はい、2月11日土曜日、ですね。はい、先週ね、70.3 キロまで来たんですけど、なんとかね切っていきたいんですけどね、70キロね。はい、といったことでね、今日は東京タワーからスタートしたいのかなと思います。はい、先週ねスカイツリーからスタートだったんで、今日はこちらね東京タワー登ってきました。もう何十年ぶりですかね。はい、ここからスタートして、六本木方面もうちょっとねとりあえず向かって、その後どっちの方面行こうかなと、渋谷の方に行くか、それとも新宿の方に行くか、はい、ちょっとね考えながら歩いていきたいかなと思います。今ですね、ロシア大使館の前で、職質に会いました。ね、なんか誰かね来たですかね。まあただ歩いてるだけですよっていう説明はしたんですけどね。はい、さっきのね、ロシア大使館のほうずっとまっすぐ今アマンド方面向かってますけど、今度はドンキできてますね。あ、びっくり。でここがですねノアビルですね。ノアビル、昔ね、まあ、ディスコがあった時代もう40年ぐらい前ですかね、よく来てました。このね、13階だったかな、リージェンシーってディスコがありまして、まあまあまあよく来てましたよ。新宿がね、多かったんですけど、まあ、1週間に1回ぐらいこの六本木のこちらのディスコにね来てましたね。でこの左に曲がると昔ねハードロックカフェってあったんですよ。今あんのかな、ちょっと回ってみますか。ありますね。あるわ。いや変わらんですね、すごい。あるある。あれ、でもゴリラがいなくなった。昔ねこの壁、右側の壁にねゴリラがいたんですけどね、いなくなってますね。寂しい。はい、六本木のね交差点の辺まで来ました。昔ねこっちの方にはスクエアビルっつってディスコばっかりのねビルがあったりして、そちらもねたまに来てました。はい、といったところでね見えてきたかな。この角のところはアマンドです。なんか綺麗。あ、まあ、まあね、そりゃね40年も経てば何回かね改装はしてるんでしょうね。綺麗になってますね。はい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 、いや懐かしいですね。さあここからねまっすぐ行くと、新宿方面、こっちの方面行くと、渋谷方面。まあ新宿の方行きますかね。東京タワーの方からね一回も曲がらずずっとまっすぐで、ここまで来ました。ここね、正面赤坂離宮なんですけども、ここでね突き当たっちゃうんで、左の方ね、行きましょうかね。はい、曲がってねずっと今歩いてきてるんですけど、この右側の方にね、イチョウ並木が見えてきますね。もうだいたい11月のそうですね下旬ぐらいですかね。見頃を迎えて、よくね道路にはみ出して撮影してる人がね、よくやったりしますけど、ダメですよ、道路は危ないですからね。はい、イチョウ並木ね、ずっとまっすぐ来るまでまた突き当たるんでね、突き当たったら、左の方からねぐるっと、前の方ねちょっと見えてきましたけど神宮球場ね、こちらの方から回っていきたいかなと思います。
でこの国立競技場のとこねぐるっと回りながら、どこ千駄ヶ谷になるのかな、の駅の方ねちょっと向かいたいかなと思います。今ね、ちょうど2時ですね。はい、はい、千駄ヶ谷の駅まで来ましたね。はい、このね、駅の向こう側が、新宿御苑になります。なのでね、新宿御苑の周りをぐるっと回りながら、新宿駅の方ね向かっていきたいと思います。はい、やっとね、あと 200m で新宿駅まで、ですね、やっと来ましたね。ここで、ね、ノンストップで今ね、だいたい1時間半ぐらいですかね、歩いてますね。はい、新宿駅の、南口ね、来ました。もう人が多すぎ、どうしましょう。まあ、とりあえずね、東口の方も行きますかね。はい、この真正面がね、昔の、新宿駒劇場ですよね。今はもう東宝シネマズになってて、上の方ね、もうすっかりね、ゴジラの住処になってます。はい、でこれ左に曲がるとね、昔よく行ってたディスコがいっぱい入ってた東亜会館というね、ビル、雑居ビルかなになるんです。まだあるんですかね。もう最近全然来てないんでね。いやでも変わりましたね、新宿もね。あ、ちなみにここ歌舞伎町ですね、ここはね、今ね。はいはいはい、あらららこの前のゲームセンターが入ってこのビルですね。もう1階から上の方までずっとディスコだったところですね。いやもう入ってるテナントがね、もうすっかりもう白木屋とか居酒屋とかね、カラオケ、いや変わっちゃいましたね。昔ね、ここ上の方にね、GB ラビッツっていうね、あとはゼノンかな、よく来たのね。もう40年前ですからね、入ってましてね。まあ、鑑賞がね、かっこよかったんですよ、すごくね。ゼノンはキーホルダーで、あとね、さっきの六本木のね、リージェンシー、これは結構金属で、ね、かっこいいね、鑑賞でした。なんかね、ヤフオク見てたらね、なんかありましたよ。出てました。全く言ってどうかね、このヤフオクで出してる人と一緒で、ちょっとね、昔多分同じフロアでね、踊ってたんだろうなって感じですよね。はい、ではね、ちょっともう、もういい加減ね、ちょっとバテてきたんで、新宿駅の方ね、戻って、終了にしたいかなと。いうふうに思います。はい、東口の方からね、地下をぐぐっとくぐって、西口の方ね向かっていきます。はい、この思い出浴場ね、
結構ね昔来たりしてたんですけどね、なんといつもね地元で行くヴァンパイア、こんなとこまでね進出しましたが、ついに、はい、約ね、2時間ぐらいですかね歩きまして、1万歩超えましたね今日はね、はい、だいたい 7.8 キロでした。うん、なんかね心地いいですね、というか気持ちよかったです。今日はね格好もねこんな感じで上着着てなかったんでね、うん、良かったです、はい、では帰ってね、体重の方をね測っていきたいかなと思います。